やっぱり頭を。一体どうしたの？何を？あのね、キョウスケ、地面が割れるはずないよ。見て、ほら、いつもの通りでしょ。この場合、キョウスケの目の錯覚だと思うよ。お医者さん行こうよ。痛そうだね。痛そうだよ。舐めれば治るかな。大げさなんかじゃないよ。入れないんじゃないかな。とにかく、もうあんな怖い思いするの嫌だからね。
遅かったね。総合病院だからね、仕方ないよ。商売繁盛ってやつ？千尋ちゃん、それ不謹慎。本当に大丈夫だって？そう、よかった。心配しちゃったよ。お姉ちゃんに持って行ってあげようと思って。私も。お姉ちゃん植物が好きなんだよね。気にしたことなんかなかったんでしょ。こういう当たり前の花ばっかりじゃなくて、なんか珍しいのが取れたらいいんだけど。そんなこと気にする必要ないんじゃないかな。そうかな。そうだよ。気持ちの問題だからね、こういうのって。うちにはその気持ちを邪魔っぽく感じるやつがいるけどね。え？誰？兄貴。ったく。虫が湧くとか言って階段から突き落としてやろうかと思ったよ、本当。それは危ないよ。首の骨折れちゃうかも。いいよ、あんなやつ。私、もうちょっと鼻つむわ。なんだか、ずいぶんと仲が悪いみたいだね。人とは仲良くできたらいいと思うんだけどね。じゃあ、私たちもお花でも摘む？私はアリの巣穴を埋めてた。二人ともしょうがないな。おはよう。
またマージを飲んだのね。確かなかった気がするけど、見かけたことがあっただけじゃないかな。どうして？今でも嫌っているみたいだけどね。というか、全然話題にもしないから。頻繁に口にするのは双葉のこと、それとたまに両親。けれど兄について何か言ったりするところ見たことないから。一体和葉の家で何があったのか、それはわからないけど。昨日あんなことがあったばかりだし、うん、寝坊じゃないかな。おはよう。おはようございます。うん、ちょっと。やっぱりちょっとでも早くしようとするときついもんだね。それはそうだけど、ところで、今朝は千尋ちゃんは？そうだね。早く元気になってくれればいいけど、どっちも。無理でしょうね。警察も本腰を入れるとは思えないし。弾が残ってないし、サンデーを証拠として差し出すわけにはいかないし。貫通したんだったら丹念に探せば見つかるんじゃないかな。それじゃあお母さんに言ってみるね。ちかこちゃんに詳しいこと教えてもらって。
度ね。お母さんが言っていたけど、動物虐待って結構深刻らしいよ。じゃないの？深刻って？その対象は最後には人間になっちゃうことが多いからって。単なる窃盗とはまた違うんでしょうね。何？急に。広島映画でも見たの？流れ弾に当たったとか？でも森園町でそういう話ってあまり聞いたことないけど。そうだよね、いるのかな。管轄が違うと思うけど。じゃあそれも一応聞いてみるよ。でも抗争とかなら新聞とかに出てもおかしくない出来事よね。そんな記事が載ったの今まで一度も見たことがない気がする。おはよう。ひろっちのこと私も聞いたよ。時間になっても来なかったから私の方から迎えに行ったんだけど。千尋、今日は休み？うん、眠いからって。あ、だから私は今日は一人で来ることにしたんだけどね。サンデー、大変なことになっちゃったね。うん、それはヒロッチもそう言ってた。手術は無事に終わったの？みたいだよ。よかった。ヒロッチも嬉しそうだった。寝不足でひどい顔してたけどね。うん、すぐには帰れないって。